過ごしやすい季節となりました。爽やかな風が気持ちいいですね。さて、今回のラインナップはこちら。まずは可愛らしい子どもたちの入学式の話題です。4月7日金曜日、三郷小学校で令和5年度入学式が執り行われ、新1年生47人が元気よく入場しました。今年度、いなべ市内の小学校で入学の日を迎えたのはおよそ380人です。保護者や6年生が見守る中、担任の先生から新1年生一人一人の名前が読み上げられると、大きな声で「はい」と答えていました。入学おめでとうございます。加藤新平校長の式辞では、大事にしてもらいたいこととして、同じ学年の子だけでなく、他の学年の子たちとも仲良くして楽しく過ごすことと、苦手なことでも諦めることをせず頑張ることの2つを伝え、わからないことがあれば先生や6年生のお兄さんやお姉さんに聞いてくださいと伝えていました。そして6年生からの呼びかけもあり、皆さんは今日から三郷小学校の仲間、みんなで楽しい三郷小学校にしていきましょうとメッセージを送っていました。式が終わった後には教室に移動して、担任の先生からこれから始まる学校生活での注意事項や授業などで必要な持ち物などの確認がありました。先生たちは、みんなが楽しいと思えるようなクラスを目指します。日頃から子どもたちの思いを聞きながら、一人一人居場所があるクラス作りに力を入れたいと話していました。また新1年生からは、友達をいっぱい作りたい、勉強を頑張りますという声がたくさん聞かれ、これからの学校生活への期待に胸を膨らませている様子でした。新1年生の皆さん、これからたくさん楽しい思い出を作ってくださいね。続いて、初めての体験を楽しんだ話題です。4月9日日曜日、北勢町阿劇にある西念寺で花祭り行事がありました。まずは山内教信住職から、お勤めの方法や大切なことが書いてあるお経の本は地面などに直接置くのではなく、紙や座布団に置くことなど礼儀作法を学びました。そして花見堂のお釈迦様に甘茶かけを行いました。初めての体験にドキドキするという子も見られましたが、心を込めて優しくかけていきました。この花祭りはお釈迦様の誕生日をお祝いする行事で、地元の子どもやその保護者の皆さんにお寺で思い出に残る一日を過ごしてもらおうと、今回初めて開かれたものです。そして名古屋市のお坊さん人形劇団ジレンの皆さんと楽しい時間を過ごします。ご挨拶ください。皆さん、こんにちは。こんにちはじゃないです。あっちゃんの腹話術では、子どもたちに笑顔があふれました。さらに人形劇隣のたぬきでは、お坊さんたちが自作した人形で子どもたちに大切なことを伝えます。ポカポカに殴ってコブだらけにしたい。ポカポカに殴ってコブだらけにしよう。お団子買ってきたから食べたまえ。団子。苦手な相手でも嬉しいことをたくさんしてもらえれば、その相手の魅力を発見することができ、かけがえのない存在になるというメッセージが込められた人形劇となっていました。俺さ、あいつのためだったらなんだってやるぜ。きつね。境内では檀家の皆さんによる屋台が並び、フランクフルトやポップコーン、綿菓子などが振る舞われにぎわいました。参加していた子どもたちは、甘茶かけも人形劇も全部楽しかった、おやつまでもらえて最高と嬉しそうに話し、山内住職は、この花祭りが春の恒例行事となるよう今後も続けていきたいですと話していました。
代わって和気あいあいとソフトボールを楽しんだ話題です。4月9日日曜日、いなべみそのグラウンドでいなべ市スポーツ協会主催の令和5年度いなべ市自治会対抗ソフトボール大会が開催されました。出場したのは12チーム、2つのブロックに分かれて試合が行われました。中央が丘とニューガワ久賀の対戦では、初回初球ホームランで中央が丘が1点を先制しますが、その裏ニューガワ久賀の打線が爆発します。出場していた選手は、久しぶりのプレーで楽しみにしていましたが、いざやってみると緊張します。グラウンドに出て少しずつほぐれてきているので、打線をつなげて優勝を目指しますと話していました。ニューガワ久賀は攻撃を緩めることなく得点を重ねていきます。そんなニューガワ久賀の猛攻を食い止めようと、中央が丘も全力プレーで難しいボールをキャッチし、両チームから拍手が送られ、本人もギリギリでしたが思いっきり飛び込んでよかったですと話していました。続いて19歳から55歳の選手がいる畑新田と、抜群のチームワークで年齢の垣根がない山城の試合です。この日初めてプレーするというメンバーもいた畑新田は、初回ランナーをつないで見事1点を先取します。しかし山城の猛攻を受けます。熱戦が繰り広げられた今大会、チームの中でもこの日初めて話すという人も見られましたが、試合が進むにつれて地域の人との結束を深めることもできました。結果この試合山城が勝利し、自治会対抗ならではのほのぼのとした試合が見られました。地域交流と健康促進を目的に4年ぶりに開かれたこの日の大会結果はご覧の通りです。ここからはピックアップいなべガイドのコーナーです。今回は5月23日火曜日に開催されるツアーオブジャパン2023いなべステージについて紹介します。国内最高峰の自転車ロードレース大会であるこの大会がいなべ市で開催されるのは5年ぶりとなります。ツアーオブジャパンは8日間8都市で行われ、トータル700キロ以上という日本最大のステージ制ロードレース大会で、いなべ市では2015年の第18回大会から開催しています。大会当日は9時30分に阿賀駅からパレードがスタートします。その後周回コースへと入り、フィニッシュ地点であるいなべ市梅林公園まで向かいます。フィニッシュラインを通過してから周回コースを8周してゴールとなります。いなべステージのホームチームである避難レーシングチームも出場しますので、応援よろしくお願いします。メイン会場である梅林公園内には飲食ブースや展示販売ブース、サイクルラックなども完備されており、レース観戦以外でも楽しむことができます。国内最高峰の自転車ロードレース大会を間近で観戦できるチャンスですので、この機会にぜひお越しください。またツアーオブジャパン開催に伴い、5月23日はコースおよびコース付近の道路について車両交通規制を行います。皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳細につきましてはいなべステージ公式ホームページに掲載しますので、併せてご覧ください。当日は迫力満点のツアーオブジャパンいなべステージをどうぞお楽しみください。暦の上では夏の始まりです。行楽楽しんでください。それでは失礼いたします。